近鉄戦では芝池投手から左肘に四球を受けた大杉。ブチ切れた大杉はバットを持ったまま芝池に突進。驚いた芝池はマウンドから慌てて逃げていき、大杉は他の選手たちに取り押さえられてその場は収まりました。1978年の巨人戦では味方の鈴木投手が巨人のシピンに四球を与え、これに怒ったシピンが鈴木に殴りかかったため両軍入り乱れての乱闘に。大杉はシピンを殴り倒し、なんと当時の巨人の監督だったあの長嶋茂雄も殴ってしまいます。しかし興奮していた大杉は長嶋に殴りかかったことは覚えていなかったそうです。